仏南蛮、打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 仏南蛮。皆さん、アローハ。ハワイ島にある浄土真宗本願寺派のお寺、広別院で僧侶をしています、神室浄心です。今日は仏教伝道協会の週刊法話ステーションに皆さんご参加くださり、ありがとうございます。20年ほど前になりますが、私が大学を卒業して、初めて就職したのが、ドイツ、デュッセルドルフにあるヨーロッパ仏教伝道協会と、ドイツ、エコー日本文化センターでした。写真を見ていただくとわかるのですが、こちらがヨーロッパ仏教伝道協会のオフィスがある、ドイツ、エコー日本文化センターです。日本式の本堂と鐘楼、そして日本庭園がご覧いただけると思います。私は21歳で、ドイツ語もわからないまま、ヨーロッパの世界に飛び込んでいって、言葉が通じないことで、本当に大変な思いをしました。しかし、それと同時に、とても貴重な経験をさせていただいた職場が、仏教伝道協会です。今日こうしてこの法話ステーションでまた仏教伝道協会とつながるご縁ができ、大変嬉しく思っています。声をかけてくださった金沢さん、本当にありがとうございます。今月の法話ステーションのテーマはグローバルです。金沢さんからグローバルについて法話をしてほしいと依頼を受けましたので、今日は私がお念仏の教えもグローバル化しているな、世界に広がっているなと実感したことについてお話しさせていただきます。グローバル企業、グローバル化する社会といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、グローバルという言葉には世界的で広範囲にわたるという意味があります。日本へ来る外国人、海外へ行く日本人が増えることによって社会がグローバル化し、それに伴って仏教やお念仏の教えもまたグローバルになっていっている。世界的で広範囲にわたっていっていると実感することです。グローバル企業と聞いて、まさに仏教伝道協会がグローバルな活動を行う団体、グローバル協会だと思うことです。私は熊本の阿蘇の田舎のお寺の出身です。そんな山奥の田舎にもアメリカ人の方が中学校の英語の先生として来てくださいました。振り返ってみますと、その英語の先生との出会いのおかげで、私の生き方がグローバル化されていったと思います。高校、大学と英語を学び、卒業後、ドイツの仏教伝道協会で5年間お世話になりました。そして今こうしてハワイの僧侶でいられるのも、中学校の時にアメリカ人の先生との出会いがなければ、こうなっていなかっただろうと思うことです。私はハワイへ来て今年で8年目になります。ハワイと聞いて皆さんが思い出す地名は大体オアフ島にあるホノルル、もしくはワイキキではないでしょうか。私も最初ハワイ別院のあるホノルルに4年間ほど住み、それから2019年に広別院のあるハワイ島の広へ引っ越してきました。
ハワイには現在本願寺派のお寺が別院も含めて32か寺ありますので、ハワイの僧侶はその時の状況で転勤があります。私が住む広野人口は約4万4千人と小さな町ですが、サトウキビプランテーションを中心として日系人が築いてきた町です。現在、ここ広野町ではボンダンスシーズンの真っただ中です。毎週土曜日に広野どこかのお寺でボンダンスが開催されています。この写真は2週間前に開催された広別院のボンダンスです。広は雨がよく降りますので、以前はボンダンスを室内でしていたことがありましたが、去年からまた屋外に戻してボンダンスを外でするようになりました。この日も案の定、途中雨が降ったんですが、広の人たちは雨が降ることに慣れているので、雨が降ってもお構いなしでダンスをやめることはありませんでした。この写真が私が現在ホームをさせていただいています、広別院の写真です。コンクリートの2階建ての本堂になっています。本堂の中の写真は、西洋的なゴールドの柱が特徴的です。内輪の写真もつけておきましたが、それは今年初盆を迎えられた方々のお名前と法名を内輪に書いて、遺族の方々にお渡しさせていただいた内輪です。その内輪を持ってボンダンスを踊ってもらいたいと思って作りました。このような広別院へ来て、4年が経とうとしていますが、これまでで一番私が印象に残っている広別院のメンバー、青木貞夫さんとの話を紹介させていただきます。それは、お念仏の教えがグローバル化され、この広の地に住んでいる人たちの心の確かな拠り所になっているなぁと実感したお話です。青木貞夫さんは去年の1月28日に88歳で命を終えて浄土へ往生されました。大変熱心なメンバーで、広別院の教団プレジデント、ダルマスクールプレジデントなど責任ある立場でお寺を支援してくださいました。広別院に記録してある法名帳を調べましたところ、貞夫さんは1952年の3月にハワイへ来られた大谷幸昇前禅門主様より起教式を受けられ、18歳で正式に浄土真宗の御教えに帰依されました。それからずっと本願寺教団のために一生懸命力を注いでくださいました。特に広別院での100周年記念行事の開催や、大勢の人たちが集うことのできる施設、サンガホールの建設に奔走されました。これが貞夫さんの広別院で務められた葬儀プログラムの表紙です。お亡くなりになって約1ヶ月後の2月25日に、プライベートの葬儀が務められました。その時はまだ、新型コロナウイルス予防のための人数制限が厳しかったので、葬儀に出席できる方は20人以下でしたが、270人の方が弔問に来られました。広別院の毎月の時報には寄付をされた方の名前が掲載されるのですが、3月から5月にかけて、貞夫さんの葬儀に参列してご寄付をされた方々の名前がびっしりと掲載されていたことに、とても驚き、また同時に深く感謝したことでした。葬儀が終わった後、私が貞夫さんをお見舞いし、訪問したことをサンデーサービスなのでお話ししたいと思い、貞夫さんの4人の子供全員にメールで問い合わせをしました。
そしたら翌日、長男のクライドさんから返信をいただき、許可をいただきました。内容は、葬儀を務めてくれたお礼と、老人介護施設へお見舞いに来て、父の最後を導いてくれてありがとう。また、参加のメンバーに父のことを自由に話してくださいと書かれてありました。忠夫さんの子供さんからこのように許可をいただきましたので、私が去年の1月に忠夫さんをお見舞いに行った時のことをこれからお話しさせていただきます。1月18日に忠夫さんの次男のケビンさんが広別院へ来られ、父親の容体が悪く、後が長くないと思うので、父親のいる老人介護施設へ行ってほしいと依頼を受けました。それで急いで介護施設へ向かいました。その日は広別院の訪問講が終わった後で、メンバーが持ってきてくれていたワイメアの桜がお供えされてあったので、少し枝を切って持っていきました。介護施設へ行くと、ベッドの横の椅子に座って、前かがみになって、うとうとされている貞夫さんがいらっしゃいました。死期が迫っていることは一目瞭然でした。私は自己紹介をして、すぐその桜をお渡ししたところ、とても喜ばれました。それで息子さんの依頼で訪問していることを説明すると、涙して喜ばれ、チャーチ、チャーチ、お寺、お寺と何回も言葉に出され、感情をあらわにされました。それから広別院での思い出をいろいろと伺い、貞夫さんが一生懸命に別院のために頑張って来られたことをお聞きしました。私は貞夫さんがしてくださったことに心から感謝して、別院のために自分がされたことを子供たちにも話をしてあげてくださいとお願いしました。そして持参したご本尊とお念珠をお渡しし、一緒に参詣門とお念仏を涙しながら大きな声で心の底からお唱えしたことでした。私はまた会いに来ますと言葉を残して、後ろ髪引かれる思いでその場を後にしました。一週間後、貞夫さんのパートナーと子供たちが貞夫さんと最後のお別れをしたいということで、臨終権行に呼ばれ、介護施設を再び訪問しました。その時、すでに貞夫さんは意識がありませんでした。病室には家族が集まり、ホノルルに住む娘さんともビデオ電話でつないで、みんなで貞夫さんに感謝を述べました。その3日後、貞夫さんは命を終え、お浄土へと旅立って行かれました。葬儀の準備のためのカウンセリングをお子さんたちにした際、息子さんから聞いた話ですが、私の最初のお見舞いの後、貞夫さんは息子さんに自宅にある自分の阿弥陀様のご絵像を病室に持ってくるように頼み、さらには自分は仏様に会いに行くんだと話されたと教えてくれました。また、二人部屋のルームメイトも貞夫さんの様子の変化を見て感動されたそうです。私はその話を聞いて、本当に良かったなぁと思いました。自分の死を受容され、自分の拠り所を再確認されたのではないかと思ったことです。浄土真宗の宗祖、親鸞聖人は、信心の定まるとき、往生また定まるなり、煩悩を抱えた私が、信心をいただくその時に、仏になる身に
定まりますとお示しくださっています。それは、ひとたび収め取ったならば、決して捨てることのない阿弥陀様にお任せする人生は、大きな人生の拠り所と安心をいただき、命を終えるのと同時に、お浄土へと迎え入れられる人生へと転じられるのです。貞雄さんが広別院会期100周年の時に書かれた教団プレジデントとしての挨拶文には、お念仏の救いが信仰の拠り所ですと書かれてあります。貞雄さんはその言葉通り、お念仏を申して阿弥陀様のお浄土へと往生されていかれました。この貞雄さんとの出会いを通して、お念仏が確かな拠り所になる凄さ、ありがたさを実感させていただいたことでした。そして、そのことは、グローバル化されたお念仏の教えが、このハワイ島のヒロにも着実に伝わり、お念仏を喜び、拠り所にされている方々が少なからずいらっしゃることを教えていただいたことです。最後にもう一度、親鸞聖人のお言葉を頂戴して、私の法話とさせていただきます。真実信心の行人は、摂取不捨のゆえに、症状樹の位に従す。このゆえに、臨終待つことなし、来光頼むことなし、信心の定まるとき、往生また定まるなり。阿弥陀様は、ひとたび納め取ったならば、決して捨てることのない仏様です。その阿弥陀様の納め取って捨てない、摂取不捨の救いの働きに合っているものは、仏になることが正しく定まっている仲間、症状樹の実となり、どのような最後を迎えようとも、間違いなく、お浄土へと導かれる安心の中に人生を歩むことができる。親鸞聖人がおっしゃられる、信心の定まることで、お浄土へ生まれることが決まる、阿弥陀様の今ここでのお念仏の救いを、これからも共に喜ばさせていただきます。ナモアミダ仏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 。はい、カムロ先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、冒頭にご案内した通り、質問のコーナーに移りたいと思います。カムロ先生のお話に限らずですね、今月寄せられた質問の中から一つピックアップしておりまして、読み上げさせていただきます。仏教はインドから日本に伝わったというふうに聞いていますけれども、現代のグローバル社会において仏教は今後もより大きく世界に広まっていくのでしょうかというふうなご質問ですけれども、いかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、ご質問ありがとうございました。仏教、そしてお念仏の教えは、それを伝えようとする人がいる限り、それは世界に広まっていくんだろうと思いますし、まあ、先ほど申しましたように、まあ、海外から日本に来る方もたくさん増えてますし、日本から海外に出ていく人もたくさんいる、そういうたくさんの交流の中で、まあ、仏教の教えがグローバル化していくと思います。念仏の教えがグローバル化していくと思います。まあ、私、今、通信教育で、外国の方々の、浄土真宗の教えの、まあ、レポートを書いていただいたものに対して、まあ、添削をするという活動を、まあ、2年ほど前からやっているんですけれども、まあ、ヨーロッパの方々や、アメリカの方々、いろんなところから、その、
浄土真宗の英語の通信教育に参加してくださっていることを考えてみましても、まあ、仏教やお念仏の教えに興味がある方々は、本当に世界中にとどまらず、まあ、本当に日本にとどまらず、いろんなところと、いろんなご縁ご縁で、その人たちに届いていっているんだな、ということを実感しています。まあ、まさに仏教伝道協会も、今日はグローバルな協会ですというふうに、法話でお話しさせていただきましたように、まあ、仏教を世界に伝道したいという思いがあれば、そういう人たちがいる限り、まあ、仏教は今後も世界に広まっていくというふうに言えるんじゃないでしょうか。